はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第137回でございます。で、今回テーマね、そんなやつのために死ぬなと、このテーマで喋ります。で、もしかしたらいつも聞いてくださってる方、ちょっとね、こうなんだろう、声の感じとか違和感あるかもしれないんですけど、テーマに入る前にちょっと状況を話すとですね、まず時間が今午前2時半なんですよ。 AM ね。そう、こんな時間に撮ったの初めてなんですけど、で、あとそこに書いてあるように今回口が悪くなる予定です。そんな予定立てなくてもいいんだけど、多分悪くなる、きっと。テーマと今の感情からしてもね。で、なので、あと興味ない方、テーマ見た瞬間にね、興味ない方はブラウザバックで戻ってください。無理に聞くものじゃないです、今回のは、と思います。で、状況を話すとですね、世話になってるというか、普段からね、Twitter とかさ、 YouTube コメントとかで結構仲良くしてくれてる子がいて、で、その子から相談を受けてたんですけど、単純に言うと今ネットいじめにあってると、ざっくり言うとね。その子がそう思ってないかもしれないけどさ。で、状況聞いてて、本当はその子向けに話す感じなんだけど、実は毎年ね、この3月のこの春休み多いんですよね、いじめ関係の。ちょっとネットいじめ、特に、しかもね、卒業生が多いんだよ。中3から高1に上がる子からの相談結構多いんだけど。で、今回も何人か今受けてて、で、その中でも顕著にひどいのが、その今話した子なのね。しんどい、かなりしんどい状況にある。そう。で、その子向けに話す、かなり個人向けに話すんで、もしかしたらね、それのこと自体でも不快に思う方もいるかもしんないんですけど、メールっていうその文面よりも、ちょっと言葉で話していきたいと思いますので、もしよかったらお付き合いください。で、その夜っていう、その感じなのと、あと自分がちょっとね、今吐き気がひどくて、そう、じゃあ休んで後で撮れよって話なんだけどさ、今その、ふつふつと思ってる感情のまま喋っちゃった方がいい気がして、このテーマは。そう、なので、ちょっとそれでね、この感じで喋るんですけど、機嫌が悪いとかじゃないんで、よかったらね、お付き合いください。ごめんね、前置き長くなったね。で、特にね、こういうことを喋ろうって決めて始めたわけじゃないんですけど、言いたいことは本当そのテーマですね。そんなやつのために死ぬなと。その子、詳しい状況はね、その子のためにも話さないですけど、とにかくネットいじめに遭ってるわけですよ。元クラスのやつから。で、結構ひどい。LINE のやりとりとかちょっと送ってくれたりして見てるんだけど、ひどいね。そう。相手、その子女の子でさ、その相手は男なんだけど、クズだなって思う。本当に。そうそうそう。言葉が悪いね。口悪いけど、今回許してな。で、その子は、メールの文面ではね、言葉を濁してたけども、多分死にたいとちょっと思ってると。で、これなんでそう感じるかって、もともと俺がそういうふうに思ってたからね。中学の時いじめにあってたんで、そう。死ぬとか登校拒否はね、負けたと思って、ね、することはしなかったし、でも自殺未遂ではないけど、ね、リスカとかをしてた時期もあったから、気持ちはわかるっちゃわかるわけですよ。で、そう思うなと思う。特にネットいじめって逃げ道がないんで、やっぱり。そう。いくらでも来るでしょ。学校行かなかったら済むわけじゃないし。そう。で、ガンガン攻めてくるわけよ。調子乗って、その男がね。で、追い込まれていて、そのね、消えてしまいたいと。っていうのを書いてたんだけど、文面で。で、正直、そう思うよね。死んでしまったら楽になるのかなとも思うし、あまりにも自己否定をされるからさ、お前がいるからこうこうこうなんだよとかさ、お前のせいで誰々が不幸になってんだよとかいっぱい書いてくるわけで、あることないこと。で、身に覚えがないんだけど、自分にとっては。でもそれを言葉にされるとやっぱり残るよね。それを跳ねのけるほど強くないし、人は。もちろんできる人もいるよ。でもまだなんだかんだ中学生だからね。うちは15歳か。そう。大人でもあるけど子供でもある時期だから、そこまで跳ねのけるほど強くはないしね。で、跳ねのけられない自分が悪いわけじゃない。そんなクスなこと言ってくるやつが、ね、100% 悪いわけだからさ。
でもやっぱり思うのは、そんなクズのために死ぬなんてもったいなさすぎるんだよね。まあ、あと単純に俺がね、その子が死んだら悲しいってたこともあるけど、で、なんていうのかな、特に中学校、まあ、高校もそうだな、学生のうち、大学に入るとだいぶちょっと視野が広がるんですけど、大学、まあ大学っていうか高校卒業した後だね、社会人になってもいいけどさ、この中学校の時とかってやっぱりその地域で住んでるじゃないですか。高校もまあ大体そうだよね、まあ、遠くに行く子とかもいるけど、高校だとで大学とか社会人で働き始めるとさ、やっぱ家出たりとか地元離れるってことも出てくるんですけど、中学の時とか地元だからさ、コミュニティ、その地域で住んでるその地域が全てなんだよね。でそこの今いる場所が居場所がなくなったり生きにくくなっちゃうと、生きるってね、生きる、生きる方ね、生きにくくなっちゃうと全てが終わりのように感じるんだよね。もう逃げ道がないみたいな。そう、外も出れないしさ、でもこれはね、もちろんあの問題の先延ばしになってる感じにするからさ、それで安心してほしいとはさらさら思わないけど、中学の時のそのコミュニティなんて人生の中でほんと小さなもんだよ。もちろんそれが大きなものを占める人もいるだろうけど、だって俺なんて中学校の同級生一人も連絡取んないぜ今いやそれは俺が友達少ねえっていうその事実があるかもしんないけどさ、一人もいない、とりあえず。高校もいないしね今は。大学のやつが一人だけかな、連絡よく取るのは、ぐらいだよ。それが寂しいと思ったことなんてないしね。中学の時に俺のことをすごいね、まあ、バカにしてた女子俺ね、時に女子メインだったんで、その女子から派生して学年全体にこうちょっといじめるなんか輪が広がった感じのタイプだったから、別に何とも思ってないしね今は。関わりを持ちたいとも思ってないけど、そう。だからその子だけじゃないし、まあ、今回ね、そのさっき最初にも言ったけど、今 2,3 人そうやっていじめ関係の相談ね受けてるんですけど、まあ、今回の今メインで話してれば異性じゃないですか。女の子から相談を受けてて、相手は男なんだけど、で友人関係で悩んでる子もいるわけだよ。友達に裏切られたとかね。でやっぱり信用してた人とかに裏切られたら、それが、ね、人生終わりみたいな感じがするんですけど、まあ俺が冷めてんのかな。そんな人生のワンピースに過ぎないわけですよ。一つのねパズルのピースに過ぎない。それが全てなんかじゃないし。今、まあ、15歳、もちろんね聞いてくれてる方は15歳じゃない方もいるけどさ、いやいや15年のうちの一つじゃん。俺31だぜ。みんなの2倍生きてるわけだよちょうど。いやもうどうってことないよ。そこが苦痛だろうが、そこが真っ黒だろうが、今辛かったり、で今ねみんなのところも土砂降りだよ、まあ、その子にとってはもう土砂降りとかも雷になってるよねずっとね。そんな天気だけど、それが1ヶ月後続いてるかどうかって分かんないじゃん。1年経ったら分かんないし、晴れてるかもしんない、快晴かもしんない。人生ってね、生きてみなきゃ分かんないんだよね、どうなるかなんて。もちろん苦しい時とか死んでしまいたい時とか生きたくない時とか、まあ生きていたくない時か、未来のことなんて考えたくないんだよ。考えれるわけがない、今がしんどいんだし。だからそれを、いや未来がさ待ってるよみんなみたいな、いやそんなね押し付けがましいこと言わないなぜなら響かないから、その言葉は。わかんない、俺の当時の俺には響かないね、その言葉って分かってるけど言うんだけどね。だって本当なんだもん、生きてみたからこそ分かる今俺は、っていうね。で最初に話はちょっと戻るけど、ちょっとクズって言い方してごめんね、悪いんだけどさ、いや本当にクズなんだよそいつ。一人じゃ何もできない、その男
周り巻き込んでね、いや俺正しいっしょ、あいついじめようぜみたいな感じでみんなでね攻撃させてんだよね。そうそうそう、だったら面と向かって言ってこいよっていう ふうに思っちゃうんだけど俺は。そうで、最初の方かな、話したようにこの時期相談多いんですよね。でなんでかってちょっとね、本で読んだことあるんですけど、中3生って、まあ、卒業、春休み長いじゃないですか、卒業式が早いんで。で高校に入るっていう状況で開放感あるんですよ。開放感あるんですけど、高校に入るってことで多少ストレスかかってるんですよ、不安があるんで。で春休みだから暇なんですよね、だから増えるんだって。そう、まあある人の本読んだだけなんでね、それが事実かどうか知らないですけど、 でもそうだなとは思う、きっと暇なんだよねそいつも。そうで、その相談をくれた女の子が書いてた文面ですごい印象的だったのが、なんであいつが楽しそうに幸せなのに私はこんなに不幸に生きなきゃいけないんだろうみたいなことが書いてあって、いやわかるよねそれね、わかるわかる。なんでこう、まあ俺の話だけど、そこをねいじめ受けてた時に俺陰口がすごくって、しかもワード聞こえるように嫌がるんだけどあいつら。そうで、俺中学の時太ってたからめっちゃ、今もねちょっとねなかなか肉付きいいですけど、でもそれ以上に太ってて、デブとかさキモいとかさうざいとかさ聞こえんだよ、でワード言ってんだよね聞こえるようにあいつらで楽しそうなんだよね、そういうことをさ女子3人とかのグループで話してるのが、とああ楽しそうですねみたいな、こっちはもちろんいい気はしないし、なんだろうみたいな、そうそう、なんで悪口言ってるやつが幸せでさみたいなって思ってたんだけど、なんかきっと同じような気持ちなんだろうなとは思う。そうで、まあ僕はねなんかすごい結局何が言いたかったんだって感じのダラダラになっちゃってますけど、でもやっぱり一貫して言いたいのはやっぱりそうかな、死ぬなって、人は死ぬなよみたいな、ことは強い。死んだらやっぱとにかく悲しいっすね俺が。だし未来の希望を押し付ける気持ちはね、気はしてないですけど、でも生きてみないか分かんないんですよね。いやもちろんもうね、もっと辛いことが起こるかもしんないよ生きてりゃ、それはもちろん未来がキラキラ光ってるなんて保証なんてないし、言ってしまえば俺だってそうだけど明日死ぬかもしんないわけだし、そんなん分かんないじゃん。でも逆に絶対に不幸になるって決まってるわけでもないんだよね。そうだからひとまず生きててほしいなっていうのがすごい強い。本当はね自分がなんかこうさ活動の仕方を変えてそういった相談をねもう全部返すみたいなことができたらいいんだろうけど本当は。でもそれができないからさ、自分はこうやって喋ったりとか全員に返せるわけじゃないからね、中途半端なことをしてるのかもしんないですけど、だから今回これをもともとダラたちのテーマ違くって、今週ね違うテーマ話そうと思ってたんですけど、でその相談を受けてメール見て迷ったんですよどうしようか。このダラダラジオ話してさ不快に思う方多分多いと思うんですよ聞いてくれてて。そう中途半端だからやってることが、だったら全力で全部フォローしろよって思う方多いだろうし、そう思ってる自分もいるし俺の中で。でもさ中途半端だったとしてもなんかねやらなくて後悔するの嫌だなと思ってひとまず話しました今回は。なので伝えたかったのはひとまず生きてくれと。もしそれでも本当死にたいと思うんだったら一矢報いて彼でもよくない、そいつ呼び出して何なんだよみたいな俺その言っちゃう人なんでねよくないんですけど本当はね、そんなね、それができたら苦労しないのも分かってんだよ、そういうのができないし、なんつうんだろう、結局こういうことに会うことは平和主義のものが多いからさ、そう言えない自分の感情を出せないっていうことが多いと思うんですけど、ね
あとは、まあね、なんか不平等だなと思うけど、そのクズの男になんか不幸が起きればいいなと願ってるよ。よくないね。こんなことね、ネット上で言うのはよくないですけど。でもそれはもうね。うん。どっかで、まあどっかで苦労するよ。そんな生き方してたらさ。とは思いますけどね。はい、ということで、すみません、15分かなりダラダラ話しちゃいましたけど、まあ、なんだろうな。多分この話のニーズというか、めっちゃ狭いストライクゾーンの話をしてるからさ。まあね、最初にまあブラウザバックの話もしたので、ここまで、この時点ね、この時点まで聞いてくださってる方の中で、まあ、10人に1人ぐらい、ああ、まあ頑張ってみようかな、みたいな、ふうに思ってもらえたら、うん、喋った会話あったかな、うん、と思います。そうっすね。うん、なんか、そんな感じっす。ではちょっとね、だらだらしそうなので最後、締めましょうか。じゃあ今回はね、ハイチのダラダラジオ第137回、そんなやつのために死ぬなというテーマで喋らせていただきました。まあ内容が内容だったんでね、本当にここまでお付き合いいただいた方ありがとうございました。で、次回、138か、8回は、4月の、あ、そう、来週が4月一発目なんだね。そうか、そうか、そうか。あ、嘘、違うよ。これが一発目だよね。4月3日か。あー、でもどうしよっかな。そうだね。あー、ごめんなさい、ちょっと、何を今一人で完結、自己完結してるんだって話なんだけど、これ、今ね、撮ってるのが実は、日付今、まあ今、午前今何時？ 2 時半過ぎか。今日ね、3月31日なんですよ。日付変わった後のね。なんで、今日アップ、まあ、今日か明日かな？木金でちょっとアップしましょうか。で、日曜のダラダラジオはちょっと今週なしにさせてもらおうかな。早くこれはね、その後に届けた方がいいと思うので。ちょっとイレギュラーになっちゃうんですが、なので、次回が、4月の10日になるのかな？うん、だね。まあ、ゲームウィークの生放送終わった後なので、まあ、その感想を話すかな、きっと。あとは、これをして、新年度始まってるので、まあ、その辺の話もできたらなと思ってますんで、もしよかったらね、そっちの方も聞いてやってください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。